ジェンドブレ、イエステムケン、ゼアポニー。実は僕はね、YouTube 以外に TikTok もやってるのご存知でしょうか。ポーランド人の方は TikTok からこう流れてきて YouTube に来てくれてると思うんですけど、結構ね、いい調子でこう伸びてまして、YouTube は今600人登録者数いきました。ありがとうございます。本当に。いや、ほんまに順調にこういってるんでね。もうありがたいです。で、TikTok の方がもうちょ、今5000人をちょっと超えたくらいのフォロワーさんで、TikTok もね、目指せ 1万人っていう感じなんですけど、でそんなね、僕 TikTok ではね、何をしてるかっていうとね、日本人がポーランドで味わったカルチャーショックっていうテーマでちょっと動画を上げてるんですけど、僕ちょっと日本にいる時からポーランド出国までの様子を撮ってたんですけど、ちょっとお休みしたんですね。お休みして、ポーランドに着いてからもう一回再開して、その上げた1本目のカルチャーショックの動画がポッ、ちょっと僕の中では結構行った方でして、今25万再生くらい、それが今過去一で伸びてるやつなんですけど、でそこでこうグッとねフォロワーさんも上がりまして、ってことで今回はですね、日本人がポーランドで味わったカルチャーショックについて語っていこうというようなテーマですね、やっていきたいと思います。まだまだ僕2ヶ月し、まあ、2ヶ月もかな、もう2ヶ月何ヶ月でも分かんないですけど、つくづく思うんですよ。うわ、こんな文化が日本にもあったらなとか、日本の文化がこのポーランドにもあればなとか、しみじみ思うわけです。そういうわけでカルチャーショック10個発表した後に、僕が思うポーランドでめっちゃいいと思う文化3つ、プラス僕が思う日本でめっちゃいいなと思う文化3つ、これをね紹介していきたいと思います。ではいきます。じゃあまずこちらをご覧ください。でこれどういうことかというと、ポーランドではバス降りる際に自力でストップボタンっていう、こうバスのドア付近にあるボタンを押さないとドアが開かないっていうことなんですけど、これで一回僕が全然知らなくて、ずっとドアの前に立ってて開かなかったんで、パニックって混んでるバスの車内をこうダッシュで走って、僕が出ようとした瞬間にドアがパーってしまって、恥ずかしすぎてもう焦ったくなくなって、みんな僕の方で見てたと思います。こいつ、こいつ何しとんだろみたいな。一人でパニックって結局降りてへんし、まあ、でも日本でもね、バスにストップボタンってあるじゃないですか。もうそれは一回こう押したらもうドアはその時に勝手に開いてくれるじゃないですか。でもここではドアの近くのストップボタンも、ドア専用のドアストップボタンを押さないと開かないんですよ。なんか自動で開く時もあるんですけど、開かない時もあって、めちゃめちゃ恥ずかしい経験があったっていうのをちょっとパロディ的にやったら伸びたっていう感じですね。次2つ目どうぞ。まあこれはね、見てた通りポーランドにはめちゃめちゃゴミ箱があるっていうね、もう道路の至る所にゴミ箱があります。なんでゴミが発生した時ですぐね、もうちょっと進んだらどこにでもありますから、便利だなっていう感じなんですけど、日本ってね、ほんとゴミ箱ないですよね。これ外国人が驚くこと上位に入るらしいんですけど、日本人は結構ゴミ箱がないんで、結局気づいたら捨てるとこなくて持って帰ってるみたいな状況が多いですよね。それが日本を綺麗に保ってる理由の一つなのかもしれないですけど、でもゴミ箱がないせいで、もう路上のポイ捨てとか都会じゃ結構ありますからね。まあでもなんかゴミ箱あったらありすぎたで、ゴミが溢れ返ってカラスが食うたり虫はいたりで、いろいろ大変そうっすけど、難しいとこっすね。次3つ目どうぞ。これはね、ポーランドには一切自販機がないっていう、まあ、調べたところによると自販機っていうのは日本が一番多いらしくて、で次アメリカみたいな、まあ、日本にいる時から自販機ってまあ
高いし、あんまり使わないようにはしてたんですけど、ないはないでね、結構なんか不安になるところがあります。やっぱりポーランドは水道水を飲めないんで、水切れたらちょっと厳しいところもあるんで、24時間空いてるコンビニっていうのもあんまりなくてね、僕の近所のジャブカも11時に閉まるし、11時以降喉が渇いたら死にます。でそういうのはちょっと怖いんですよね。まあ、全然なくても、まあ、準備をしとけば全然問題ないんでいいんですけど。次4つ目、まあ、これは結構、まあ、人によると思うんですけど、ポーランド人の方、日本人の方と比べて公共交通機関、車内でのバスとか電車中で電話に出るっていう、でこう後で掛け直しますよね、くてもうそのまま普通に喋るって。日本だとそういう公共的な場所は絶対静かな場所っていうなんかルールが出るじゃないですか。ポーランド人の方も普通にこう喋ってますし、もう電話じゃなくても普通に喋ってますし、まあ、全然僕は不快じゃないんですけど、全然、まあ、驚いたってところ で、あとこの電話で思い出したんですけど、ポーランド人の方なんか SNS とかでも文字じゃなくて話すことがなんか好きっていう感じありますよね。例えば僕の友達とかで、いやその友達によるかもしれないんですけど、なんか文字よりも急にボイスメッセージでメッセージ送ってきたり、まあ、電話もめっちゃしたがるみたいな。電話はそんなないかな。なんか普通にこう、全然、なんか会ったこともない人に、ボイスメッセージとか送ってる傾向があるんかなって思いました。次、5つ目。まあこれもびっくりしたことなんですけど、ショッピングモールとかコンビニとかの店員さん、結構暇な時に携帯触ったりパン食ったりしてる時を見たっていう、まあみんながみんなそうじゃないかもしれないんですけど、なんか結構そういうところは緩いかなと思いました。まあ日本やったら絶対仕事中に携帯なんて触ったらあかんし、ましてやバイト中に店員同士で喋るなんて良くないこと。あのポーランドでは普通にお客さんの前で店員さんがこうなんかめちゃくちゃ笑いながら喋ってるみたいなこともありますし、びっくりしました、それは。で、6つ目。この動画の通り予測はしてたんですけど、ポーランドめちゃくちゃ寒いっす。もう10月の時点で気温10度とか、日本とか10月は20度くらいやし、なんぼ僕はね、日本で着る冬用の服をこのポーランドの秋に着てます。てかもうむしろ今を秋やと捉えていないっす。もう冬です今。だいたい僕は中にヒートテック、T シャツでこういうなんかパーカーで、なんか上にコートみたいな4枚着てるんですけど、僕のこの前集まった友達はね、 T シャツにコート、これだけ。これでも全然寒くないらしいです。感覚が違うんですよね、多分。僕はもう一人だけもういつも鼻水、寒すぎてずっと出てるんですけど、ポーランド人が鼻水出てるとこ見たことないです。ちょっとね、これ冬が怖いっす。ほんまに。で、次に、じゃあ、TikTok 動画は作ってないですけど、僕が感じたカルチャーショック、残り4つ、冒頭でちょっと言っていきたいと思います。じゃあ、7個目がですね、ポーランドのレジ。めちゃめちゃ商品の扱い方が雑い。プラス、こう荷物をまとめる場所がないっていう。日本はですね、基本レジっていうのはすごく、まあ、神聖な場所で、例えば何々点ピッ、いちいちこう商品と個数を数えて口に出してピッって言ってゆっくりこうカゴに並べていく。その上でカゴに入れた商品をお客さんは持って広めのスペースみたいなところに移動して、そこで荷物を入れるっていうのが一般的なんですけど、ポーランドではベルトコンベヤー式のやつで流れててもピッピッってやったらポイピッポッポイピッポイポイポイで、僕らはもうそれを素早くこう
かなりね、しんどいっす、正直。なんで日本式のこれをやらないかなと思うんですけど、絶対カゴにこう入れた方が、お客さんも楽やし、っていう感じなんですけど。で、これ片付けてる暇もないんですよ。でも早く出かけたらもうくしゃくしゃになるんですよ、中身が。だから僕はもうセルフレジを使って自分のペースでやるようにしてます。次、8個目ですね。ポーランドの女性は、鼻ピアス、タバコ。これ結構普通、むしろ、かっこいいと思われがちな気がします。あ、もう、こっちはもちろんですよ。その上で鼻ピアス。あとタトゥー。こういう女性めっちゃ見ます。おしゃれで全部やってると思うんですけど、なんかどんだけおとなしそうな女性でも、タトゥーは結構入れてますし、この3つって、2本でやったら正直嫌われること3つじゃないですか。女性がやったら嫌われること3つ。特にタトゥーなんてものは温泉にも入れないし、僕、初見でちょっと女性と会うときは、最初ちょっと怖い。ドキドキしながらちょっと合ってるんですよね。まあでも喋ってみたら全然なんか優しいとかあるんですけど、この陰キャからしたらね、ちょっと怖いっす、ポーランドの女性は。次、ここですね。ポーランドでは車、歩行者が渡っていたとしてもめちゃめちゃギリギリとかでっていう、ほんまにギリなんですよ。信号がまあ僕が歩いてるとするじゃないですか、信号が青で。もうものすごいカーブで車がギリギリまでこうめっちゃ猛スピード走って、急にこうやってピーって止まるみたいな。それは日本じゃ渡り始めた瞬間からもうゆっくりブレーキを緩め始めて、ちょうどいいスピードでこう一定で止まるみたいな。でもポーランドはこの緩急がすごい激しいんですよ。飛ばすときは飛ばす、止まるときは止まるみたいな。なんで僕タクシー乗った時ももう結構こういう状態でしたし、もちろんその信号がない歩道もう結局止まってくれるんですけど、なんかもうギリギリまでこうピューってくるんで、もうめちゃめちゃ怖いです、正直。次、10個目。ポーランドでは子供たちが校外学習としてショッピングボールめちゃめちゃ着てるっていう。まあ、僕結構、まあ、フードコートでちょっと勉強してる人が多いんですけど、まあ、そういう時に子供たちがね、もう大量に僕を取り囲んで食事をしてるみたいなシーンをよく見かけまして。で、これ結構日本ではね、ないんですよね。まあ、校外学習というか遠足ですね。遠足とかってほとんど公園とか、まあ、よくてなんか、そう、美術館、博物館とかみたいな、自然もしくは学習のための場所みたいな感じだと思うんですけど、ポーランド思いっきりショッピングモールに来て飯を食いに来てますね。僕が小学校の時そんなお店に行って外食した記憶なんて全然ないですもんね。みんなお弁当を、お母さんに作ってもらったお弁当を食べる。これ毎日毎日このショッピングモールに来てる子供たちを見るんでびっくりしました。ということで、ここでね、まあ、10個日本人が感じたポーランドでのカルチャーショックをまあ言ってみました。ちょっともうこの時点でめちゃめちゃ多分回してると思うんで、動画ちょっとポーランドで大切にするべき文化と日本で大切にすべき文化、ちょっと次回回したいと思います。じゃあ今回一旦これで、はい、この動画がいいなと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ジェンカパーツさん、見事にゃ、バイバー。俺ら飛んでは跳ねて遊んでるクルー、音や明かりで満たしてるアイレス、角で隠れてたあの子もクール、口にするこの毎日が好きなのね。